はい、こんにちは、アルプサブッチです。今日は4月3日、13時よりアウェイで熊本戦でした。ギリギリ2対1なんとか勝ちを劇的勝利、前節千葉にやられたことをなんとか熊本にやれたっていう部分ですね。やっぱり一回しゃがむと飛び立てますね。良かったです。はい、ではまあ今節はまあちょっと振り返りっていう部分で僕が思ったことをバッと話していきます。またいつも通りにラジオ的に聞いていただければなと思います。はい、まずやっぱ前半はかなり熊本ペースでしたね。まあ、やっぱり最初の先制がでかかったですよね。すごく気持ちいいほどに素晴らしい裏抜け、左サイドをされて、坂本選手でしたかね、素晴らしかったですね。まあそこでも匠だったかですかね、スライディングも誘われた通りうまくやられて、ドカンと、まああれば仕方ない、しょうがないって言いたくないんですよね。いや、ああいうのをなんとか止めたいなと、もう簡単にゴールって思っちゃいましたもんね。でも本当あれは簡単に見えるけど簡単じゃないんですよね。やっぱりすごいいいタイミングで飛び出されてっていうのだから、ただあれをやっぱり防げるようなチームにならないと、やっぱりサッカーってたった1点だけど、その1点がすごいの重みがめちゃめちゃでかいので、この1点に泣くことになりたくないっていうのはありますね。はい、まあやっぱりそこを、まあ、それからもずっと熊本がうまく立ち回っていたところに、カイトが20分21分に奪ってからすぐゴールを見てそのままシュート、いや素晴らしかったです。コミちゃんあれだよ、コミちゃん、そう、まあ、前節ですかね、まあ、ちょっと、コミちゃんにもああいう風なことをやってほしかったなというものを、カイトが見せました。多分きっと終わった後にコミあれだぞときっとカイトから言われて、あ、はいみたいな、ちょっとまたいい感じのリアクションをコミちゃんはしてたんじゃないかなと、まあ、勝手に思っております。はい、まあただ前半やっぱりカイトが決めてからもやっぱりまだまだやっぱ熊本のペースだったのかなとは思いますね。やっぱり何でしょう、熊本は近い距離に選手がやっぱりいるような感じがありましたよね。その常にこう一人のアルビの一人の選手に対して熊本は二人行くみたいな、でその2人がいいポジショニングでいるときには確実に取り切るっていう部分が見れましたね。やっぱその時にアルビもうまくそれをかわせなかったとしても、やっぱり他の選手がフォローに行くとかっていう部分がちょっと前半は見れず、多分フォローに行けるようなポジショニングじゃなかったんでしょうかね。なんかそこの距離感とかっていう部分がちょっと熊本の方がやっぱり断然良かったというのが前半、まあ、やっぱりなので長い時間やっぱ熊本ペースだったかなと思います。で後半はやっぱりすごく良くなって、まあ、新潟ペースが作れてきたなとは思ったんですけども、やっぱりあれでしたね、まあ、シオンのあの時にはものすごくあれじゃないですか、まあちょっとミスターっぽく言うと自分で打てー、ここじゃないですかね。ミスターっぽいというか大泉さんっぽいというかですけど、多分分かる人には分かる、分かんない人には何言ってんだってやつですけど、ちなみに今日は大泉洋さんの誕生日です、おめでとうございます。関係ない。はい、まあちょっとやっぱり自分でっていう部分が結構いくつもあったのかなと。あ、僕前半でもなんだろう、松田くんの時も自分でって思ったんですけど、やっぱり中にっていう風なのにして、多分あそこだとやっぱりすごくシュートコース少ないとは思うんですけど、中に折り返してもやっぱりそこもシュートコースが少ないというか、折り返す方もまだまだちょっとリスクはそれなりにあるのかなと。リスクっていう表現じゃないですね、ちょっと決めきるのも確率はどうなのかなと。なんならシュートを力強いシュート入れた行った方がやっぱりいいのかなとは
なんか思っちゃいましたね。まあ、特に松田君はまだゴールはないから、やっぱりぜひあのシーンとかも打ってほしかったですし、塩もやっぱりもっとシュートをっていうふうには思いましたね。ああいうふうに、すごいビッグチャンスの時にはとは思いました。なので多分あの終わってから、なんかちょっと反省している感じのシーンがちょっと一瞬、まあダゾーンなんで上からのですけど、なんかちょっとそこの部分はちょっとそんな風な雰囲気を勝手に僕は感じました。まあ僕自身がそういう風に思っているから感じたのかもしれないんですけども、はい。あとは何ですかね、まあ後半は本当アルビがその距離感という部分を意識したのか、すごくかなりアルビの時間が多かったです。でもまあもちろんすごくあの熊本にもいいシュートを打たれるシーンは多かったですけど、やっぱりそこはコジ君のポジショニングが良かったりとか、まあ横飛びでしっかり止めるっていう部分もあったりとかして、やっぱりすごく良かったな、要はまあしっかり守りきれたなという部分ですね。はい、まあ交代策が素晴らしくハマったとは思います。はい、あとはもうゴール、もう逆転ゴールって言えばいいんですかね、まあ、2点目あれが素晴らしすぎましたね。やっぱりコーナーキック、はい、まあこっちのコーナーキックゆずくんが蹴ったところにこういたんですよね。で熊本の選手がここでこっちに返したんですよ。そこをよしくんと、熊本の選手が追いかけて、よしくんが後ろを見ながらここでコージくんに戻す。で戻したところにコジ君の左足からも絶妙なものがここに飛んだ行ったところに第一田上ですよ。第一田上が走り込んでそこにバーッと行って、もうベルートですね。ベルートコージは見ながらなんですよ。しっかりオフサイドライン見ながら、ここで見ながらポンですよ。見ながら行けるっていう部分があったのがまたでかかったですね。素晴らしいゴールです。復帰戦初ゴール、いやーよかった、素晴らしかったです。本当にあれですね、何でしょう、素晴らしかったですね。しっかり80何分とかに入ったんですよね。残りもう10分ぐらいしかないところで入って、ちゃんとしっかり仕事をした、素晴らしかったですね。いやー良かったです。今節はもう交代がハマりましたね。だからって言って交代する前の選手が悪かったっていうわけでも全然ないかとは思いますね。うん、でもすごく交代が今回はハマったなと。まあちょっとちょうど相手がそういう部分には対応しきれなかったっていう部分でね、うちの修正力っていう部分がそこを上回ったという部分ですね。いやー良かった、すごく良かったです。やっとよし、またここから勝ちを積み重ねていきましょう。ここからまだまだ今日も横浜 FC は勝ったので、勝ち点差はなんだ10ですか、10だったかな確か。すごい10ですね。確か1回引き分けただけで8節だから、そうですね22、横浜も22だって、22でうちが12なので10ですね。まだまだかなり差はでかいので、しっかり戦って少しずつ勝ち点を積み重ねて、いきましょう。はい、とりあえず今日は以上ですかね。いやでも本当強い熊本に勝てて良かったですね。一応熊本のこの前節の試合は見ててかなり、いや熊本強いなーって思ってたので、うん、サイド攻撃もすごいし、ポゼッションもできるし、うん、いや良かったです、素晴らしい。はい、浩二さん復帰おめでとうございます、良かったです、待ってました。いやこれはすごい、浩二君決めて、でカイトも決めてきて、まあ、カイトの場合はもうほんとコンスタントにどんどん決めてるから、このままでいくとほんと得点王候補にもガンガンなってくるんじゃないかなと思いますし、そこに浩二君、ベルと浩二が入りまして、
で、ゲッチですよ。ここにまだゲッチがいるんですよ、うちには。やばい。いや、楽しみになってきましたね。コミちゃん。ほんと、コミちゃんがね、あの試合でまた決めてたらね、スーパーサブとしてもね、なかなか期待してるんですよ。俺はめっちゃ期待してるから。ほら、見てください。超かわいい。もう応援せずにいられないですね。これね、もうあの試合を見た人しかわかん、伝わんないやつ。楽しみですね。はい。では今日は以上です。また、楽しい1週間にしていきましょう。次はホームですね。10日でしたよね。ちょうど10日僕は当日にならないといけるかいけないかわかんないですが、極力現地になんとか間に合うように行って、現地で参戦したいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。暑いぜ新潟、暑いぞだっけ新潟感じです。お疲れ様でした。